本日の優馬、今井麻耶さん、いかめし阿部商店3代目社長。いかめし阿部商店といえば、北海道函館本線森駅の名物駅弁として愛され、今や全国でも人気の駅弁です。一番大切にしているのは変えないことですね。もう見た目のパッケージも味も全て変えないっていうのは本当に自分の中でずっと大切にしています。特に若い世代に私は広めていきたいと思っているので、少しでも若者の目に届くように、例えばポテトチップスとコラボしていかめしポテチを出したりとか、オリジナルでいかめしおかきというおかきが今すごい人気なんですけど、まあ、そういったちょっと今までいかめしだけだったんですけど、いろんな世代から目に留まるようないかめしの商品を出していきたいなとはこれからも思ってます。そんな今井さんはバスケット B リーグの応援番組の MC としても活躍。バスケットの魅力を伝えると同時に、会場でもいかめしの PR は欠かせません。私ならではの販売といいますか、バスケットボールの会場でいかめしを1日限定200個とやったんですけど、本当に普通のサイズじゃありえないぐらいのスピードで速攻完売してしまって、これからもいろんなバスケットボールの会場だったり他のスポーツの会場でもやっていきたいなと思ってます。私にとっていかめしは兄弟みたいなものなんですよ。私は一人娘でこの家に生まれて、生まれた時からずっといかめしと一緒に育ってきたんですね。なのでこれからもその兄弟を離さずに自分とずっと一緒に歩んでいきたいなとは思ってます。